ロカビリー旋風が吹き荒れて数年後には全国で100万台だったテレビが一挙に2倍に増え、日本人の生活にテレビは切っても切れない必需品となっていたのです。ちょいとせっけめのこれへってはだめ、へけんのまんにやらほっこめざけ、へんがでりゃけるそのくめはってこのね、けものずったくねくさめちゃちゃいで、すがっちゃえるけどもらえたね、あほれいせけすけめがへったせけめがへっかめ、せけすけめがへったせらせらせっけめ、せめせめがへったせらせらせっけめ、テレビの普及で一躍人気者になったクレンジングキャッツ、そのメンバーの一人無節操男梅木糸も忘れられない存在でした。